まあ、塀に囲まれた、まあ、うっかりすると通り過ごしてしまいそうな、まあ、この先にね、もう少し見えかかってるんですけど、はい、登ってまいりました。まあ、するとね、まあ、静家先祖代々供養と、まあ、そのようなね、お墓があるんですけど、静か御前はね、こちらかなと。まあ、やはり静か姓になってますね。石祠がね、まあ、目視の中に入っていますね。これはね、少し開けようとするとですね、まあ、蝶子貝の部分が錆びていて、まあ、ちょっといけない状態になるんで、まあ、手に触れないようにしましょう。おお、まあ、石殿風になっていて、まあ、市内仏っていうかな、まあ、いらっしゃるようですね。はい、こちらが、まあ、静か御前のね、まあ、お墓ではないかと言われています。なんでね、ここの地域にね、まあ、静か姓が多いかというと、まあ、御前がね、まあ、義経子を追ってね、まあ、奥州の方へ落ち延びようとしたときに、まあ、利根川をね、渡る船頭さん、まあ、大変ね、お世話になったらしいです。その船頭さんがね、まあ、ここの、まあ、地区にね、住まわれていて、まあ、お世話になったお礼にね、まあ、これから静か姓をね、まあ、名乗ってもいいですよという、そのようなね、お許しを得て。で、ここにはね、まあ、静かさん、たくさんいらっしゃいますね。それでは、静か御前のご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。